はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、遊戯王マスターデュエルラジオのお時間でございまして、本日のトークテーマはこちら、遊戯王マスターデュエルの人口の増減について、こちらやっていきたいというふうに思います。遊戯王マスターデュエルの人口がどういうふうに推移していて、で、まあ今後どうなっていくのかっていう予想とか、あとまあどうやってこう今後、まあこのマスターデュエル、まあそのなんだろうな、進んでいければ、まあ一番そのユーザーとして理想なのかなみたいな話を、まあ適当に喋っていくので、まあこれ完全に今回個人的な感想と個人的な見解と個人的な考察が入っておりますので、まあその辺ちょっとご了承いただければなというふうに思っております。早速やっていきましょう。まずね、遊戯王マスターデュエルの人口の増減を見るためにどうすればいいかっていうとですね、これあのスチームが出してるスチームチャーツっていうのがあって、ここで遊戯王マスターデュエルを遊んでいる人がどういう推移をしてるかみたいなグラフで見れたり数字で見れたりするんですよ。だからこれがやっぱ一番具体的な数字が出てて分かりやすいなと思って、まあ、今回このサイトをちょっと活用してお話ししていきたいなというふうに思うんですけども、遊戯王マスターデュエルの、まあ、人口の推移は、ちなみにスチームのチャートなんでスチームだけなんですけど、計算されてるのは、だから他にさ、スイッチでやってるユーザーとか、あとスマホでやってるユーザーとかもいると思うんですけど、基本的には人の流れはね、基本的にはそんな変わんないかなと思うんで、まあおそらくスイッチとか、まあスマホとか税とかも、まあ同じような、まあユーザーの流れになってるんじゃないかということで仮定して話をしていきます。はい。で、スチームはどうなってるかっていうと、まあ流れはこんな感じですね。リリース開始当初マジですごくって、まあ、バーって減少していって、今に至るみたいなね、もうほんと低空飛行みたいな感じになってるんですけどまあこの低空飛行がやばいっていう話をしたいんじゃなくて、別に今回はこれね、このゲームはすごいんだぞっていうことを言いたいんですよ。僕はなんでかっていうと、ちょ見てください、これ、2022年のその1月の、まあ、リリース当初の、まあ、人口ですね。これが、まあ、いわゆるその遊戯王マスターデュエルの潜在的プレイヤーの数だと、僕は思ってるんですけども、まあ、ここはちなみに、アベレージ、まあ、平均的なプレイヤーの数で、こっちが、まあ、ピークの、一番ピークで何人いたかっていう数なんですけど、これピーク26万人いるんですよ。26万2333人。はい。で、まあ、アベレージでも16万2320人。アベレージで16万人いると。これがね、このゲームのすごいところ、潜在的プレイヤーの数。なかなかね、そのカードゲーム、DCG で、この数字を叩き出せるゲームはない。マジですごいんです。この数字は。本当にすごい。で、まあ、すごいプレイヤーの潜在的なプレイヤーはいっぱいいるんだけど、ここにはやっぱりね、その、いろんな人混ざってるんだよね。その、一応その話題だからインストールしてみたとか、まあそう、昔やってたからちょっとどんなゲームなのかやってみようと思ってとか、復帰勢みたいな。のとか、まあ、ガチガチでやってる人とか、いろんな人が混ざっていて、まあ、それが16万人いると、アベレージでね。で、こっから、まあ、人口の、まあ、推移の話を先にしていくと、まあ、どんどん下がっていくんですよ。このゲーム、本当に。まあ、8万7000、4万9000、3万6000、これ1ヶ月ごとになってるんですけども、計測がね。で、バーって下がっていって、で、まあ、大体半年後くらいにはもう、2万人とかに落ち着いていると。で、2万人弱くらいからはね、もうあんまり減なくて、まあ、大体、まあ今現状でも1万8000人とかなんで、まあ、2万人弱ぐらいなんでしょうね、このスチームで、この遊戯王マスターデュエルを遊んでいる人の数っていうのはもうほぼ固定で2万人弱ぐらい、まあ、1万5000から2万の間ぐらいなんだと思う、パウンで、まあ、この中に、まあ、ずっとその人口は減少してるんだけど、たまにね増えることもあるんですよ。これ赤い数字がずっと減少を表していて、でこの青い数字は、まあ、増加、人口の増加を表してるんですね。でこの増加の、まあ、この人口の増加のタイミング、これが割とまあキーというか、なぜここで人口が増加しているのかっていうのをちょっと分析しないことには、まあ、このゲームの人口の増減はね、なかなかその、まあ、考察できないと思って、まあ、ちょっと話、この話をね、先、次していくんですけども、マスターデュエルの人口の増加の要因について、もうずっと減っている中で、なぜ、じゃあ、ここで増えているのかと。まずですね、2022年の、これは何月だ？ディセンバーって、12月か。これはね、第1回二次三次遊戯王祭が開催されて、まあ、要は、有名 VTuber の方の案件ですね。ここで、まあ、ちょっとだいぶね、20% の、まあ、人口が増加していると。やっぱりね、その、有名配信者とか、
有名インフルエンサーの方に取り上げてもらうっていうのはとてもやっぱ大事で、ゲームとしては二次三次の遊戯王祭見ていただく人だったら分かると思うんですけど、結構盛り上がっていらっしゃいましてね、もう再生回数とかもなんかすごいことになっていたのでね、なので、まあ、本当にねやっぱりそういうなんだろうな、まあ、盛り上がりを作ることは大事で、二次三次のパワーはすごい本当に。でここでまあちょっと戻る 20% 戻ると、でただね結局またちょっと減りまして、でここの2023年のじゃあ2月は何なのかっていうと、ここはねマスターデュエルの1周年記念イベントがあって、でその時に運営がものすごい量の報酬とか、あとまあカードとかストラクチャーデッキとかをね一気に出したんですよ。ブラマジのストラクとか、まあ、あのプレイマットとか、あとログイン報酬とかジェムの安売りとか、こういうのを一気にやりまして、ここでまた一気に、まあ、人が増えたんですね。はい、これはねやっぱりねプラス 47% という数字があるので分かりやすい。結局やっぱ運営が用意してくれたそのお祭り的な、これが一番でけえと。で特にそのこの1周年の記念イベントの時は本当ブラックマジシャンっていう分かりやすいそのカジュアル向けイベントというかストラクチャーとかが開催あの実装されたので、まあそのここで一気に多分ねカジュアル層、まあ、ガチ勢じゃないね、いわゆるファン層というか遊戯王好きな層が、まあ、戻ってきてくれたんだと思います。でまた、そこから一気にポン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 と減っていって、でまあちょっとこれ、2023年のあのこの9月とか10月8月9月あたり、この辺はちょっとね分かんないんだけど、よく分析できたんだけど、まあ、DC とか、一応 あったんで、ちょっとこのね時はそれが原因なのか、でも DC が原因だったら、まあ、あのねあの何ヶ月に1回か常にやってるから、その時に増えないと意味ないからあんまり関係ないから、この増加はちょっと俺もよく分かってないんだけど、ここちょっと一回飛ばしましてすいません。でここ2023年の、まあ、11月12月、これはねまたね第2回の二次三次遊戯王祭が開催されて人口が増加したんですよ。やっぱ結局ね、まあ、二次三次さん様々です、本当にすごいやっぱ VTuber ってすごい。はい、まあ、最近僕も VTuber 化しましたけどね、ほら、うん、こうやってこういう顔もできたりとか、まあ、するんですけども、これねほんとすごくて、やっぱねここでね、まあ、人口が増加してるから、やっぱある程度人口を増加させるためには、まあ、こういう、まあ、特別な施策は、まあ、重要なんだと思うんですよ。ただこのね問題、この要は二次三次さんとかが頑張ってくださったこの後の減少が問題。結局やっぱりそのプレイヤー定着しなくて戻っちゃうんですよね。まあ、5ヶ月後とかぐらいにはもうまた1万7000ぐらいになって、まあ、その何元いた数字に戻るんじゃないけど、まあ、こんな感じになっちゃうんですよ。結局これが何を意味してるかと、結局ねプレイヤーとしてアクティブプレイヤーとして定着してないんですよこのゲームの。結局さ、まあ、どんだけそのなドーピングして増やしてもさ、アクティブユーザーとして定着しなかったらあんまり意味ないじゃないですか。結局なんかそのずっとこのゲームに課金してくれる、このゲームで遊んでくれるわけじゃなくないからさ、こういう人たちって、だからこういう人たちのまあそのなんだろうなモチベーションを維持させるための施策的なのは多分必要だと思うんですよ、個人的にはね。でそれが何なのかって話なんだけど、まずやっぱここで増えてくる人たちってどういう層かっていうと、多分ねガチ層ではないんですよね。その狂気層とかガチ層って多分ほっといてもこのゲームずっと遊んでるから、なんかあんまりそのガチ層とかこの持ってくるイメージはなくて、結局多分これ考察、多分考察なんですけど、これは個人的な、多分ここで戻ってきてるのはカジュアル層、まあ二次三次好きで遊戯王もうちょっとやってるから、やったことあるから始めてみようとか、あと1周年記念でブラックマンシャン回せるってことでブラックマンシャン好きだから回してみようみたいな、こういう層が戻ってきてる。でこういう層をやっぱアクティブユーザーとして定着させるためにはね、現状のマスターディールではちょっと厳しいと思います、正直。これなんでかっていうと、やっぱマスターディールっていうゲームはそのまあ、ガチ向けのゲームではあるんで、基本的にはね、あそれはまあ、悪いという、ことは全く思ってません。あそのこのマスターディエルっていうゲームがガチ向けに作られていることは十分理解していて、で、まあ、DC とランクマを、まあ、常にこう開催されて、まあ、腕を競い合うみたいな、これはいいと思うんですよ。ただやっぱそれだけだと結局この数字に落ち着いちゃうんですよね。で、まあ、じゃあどうやってアクティブユーザー増やせばいいかっていうと、やっぱねそのそのカジュアル層をアクティブユーザーとして定着させる施策が必要だと思います。例えばなんですけども、
カジュアル層に結構ね人気だった企画は、割とそのマスターデュエルでいうと公式イベントでレジェンドアンソロジーとかが開催されていて、なんかちょっとカジュアル環境で遊戯をしましょうみたいなあのイベントだったんですよ。これとか結構割と人気だったり、要はキャラクターデッキ的なやつが結構強い環境で割とそういうデッキ回せるみたいな、結構楽しいねみたいなので、カジュアル層とかファン層から人気だったり、あと例えば MTG だとなんかシールド戦とかもあるんですよ。まあ要はそのランクマとか DC とかそのだけじゃない、なんかその違った遊び方の提案というか、こういうのがね、まあ大事なんじゃないかと思っていて、そのカジュアル層を定着させるためにはっていう意味ではね、まあ要するにその、まあ、DC とランクマをずっとやっているだけではまあ定着しないんだったら、やっぱそのカジュアル層が定着するような、まあ機能を、まあ、常駐させるというか、これが大事なんじゃないかと、思っています、個人的にはね。はい、まあ、それがねどういう方法なのかちょっと難しいんですけどね、正直それが一番。一応今もルームマッチあるじゃんとかさ、フリーマッチがあるじゃないですかみたいな話はあるんですよ、マスターデュエルの。でも、ね、結局ねフリーマッチとか、まあ、機能してないし、やってみたら分かるんです皆さん、マスターデュエルとフリーマッチ入ってみたら分かるんですけど、本当同じ人としかマッチングしないしだし、なんか何特に縛りもないから、落ちても別に負けても特に何もないから、もう即サレンダーされちゃうとかあるし、まあ、自分の好きな時回せないからね。なんでなんかね、イベントもちろんやってくれてるのはマスターデュエル運営さんね、定期的になんかいろんなイベントをやってくれてるのはとても嬉しいんですけども、やっぱねなんかその常に開催されてる、常駐されてる、なんかそのカジュアル向けの環境があってもなんか俺はいいような気がする。フリー対戦だとやっぱねそれはなかなか難しいですね。そのフリー対戦ってほんといろんな人がいるし、フリーマッチねいろんな人がいるし、特にしかも縛りもないからさ、ランキングもないから、だから例えばですけど、なんかランキング付きでレジェンドアンソロジーのなんかその枠設けちゃうとかね、ランクマの下に、そういうなんかそのファンデッキをまあちょっと一応まあ回せる場所みたいなの作るとか、あとまあそういうイベントした時にもやっぱね負けた時にもある程度の報酬を用意した方がいいと思う。今正直ねボット対策でさ、なんか負けた時の報酬めちゃくちゃ少なくしてるんですよ、マスターデュエル。あとボット対策とか自殺デッキ対策か、だからまあ負けた時のまあ自殺デッキとかが増えちゃうから、その負けた時の報酬少なくしてちゃんと回してもらうようにしてるみたいな感じなんですけど、負けた時もある程度報酬が多分ないとさ、即サレンダーして次行っちゃうじゃん。それって結局なんか遊戯王の対話としてはあ、なんかお前なんか転換ねえからさよならみたいなので、一瞬でいなくなるから、ちょっとなんかその対戦ゲームとして成立しないというかさ、まあ、これイベントの時よくあるんだけど、なんかねそこのなんかその問題も結構、まあ、難しい問題なんだけど、なんかその負けた時の報酬をちょっとやっぱある程度増やしたり、あと負けた時にもまあなんだそのデイリー消化的なことが割とできるような、なんかそういうねなんかそのシステム作りが必要な気がする、はい。まあ、これちょっと脱線したんですけど、まあ、そういうところで、まあ、ちょっとアクティブユーザーをその定着させる、まあ、ギミックは必要な気はしています、個人的には。じゃないと結局ねこう増やしてもどんどんこれ同じ下がっちゃうんですよね、困っちゃうんですよ。まあその毎月2、3次遊戯王さやってくれるんだったらまた別なんですけどね、本当にそれはみんなのモチベーションになるんじゃないかと思うんだけど、まあ、そこまでなかなか難しいと思うから。で結論ね、何が言いたいかっていうと、結局そのすごい潜在的プレイヤーの数がいるからもったいないなと。このゲームこんだけの潜在プレイヤーがいて、結局アクティブとして定着しないのがもったいないから、アクティブとして定着させるためのなんか施策みたいなのはある程度必要なんじゃないかと。まあ、それがレジェンドアンソロジーの常駐なのか、そのイベント連発なのか、2、3次遊戯王祭毎月やるのかちょっと分かんないんだけど、何らかの施策をこうどんどん打っていって、このアクティブユーザーを増やしていく、増やしていくとか定着させるギミックっていうのはまあちょっと必要な気がする。まあ新しい遊び方の提案というか、はい。まあ、2周年記念イベントがそろそろあるんでね、それにも期待したいなというふうには思うんですけども、やっぱ結論、やっぱこのゲームの可能性はすごいんです、本当に。こんだけの、まあ、潜在的プレイヤーがいるんだから、だからねもったいないです、マジでもったいない。だからまあ僕もね、この底辺 YouTuber として微力ながら遊戯王マスターでの楽しみ方をちょっと動画でお伝えしているんですが、ぜひね、まあ、運営さん、そして皆さん
の、 ごあのお力もちょっと貸していただいてね、このゲームをちょっと盛り上がるように、していければいいかなと思うんで、はい、よかったらぜひ皆さん の、 あのコメントもどんな風にしていったらなんかいいんじゃないかとかそういうのがあればね、コメント欄で残しておいていただければ、あのちょっと私もあのなるほどなと勉強になるなというところがありますんで、よかったらはいよろしくお願いします。結論、このゲームすげえから頑張ろうぜ。